ポーツフィールズです。これまで県内で活動するさまざまなスポーツを取り上げてきましたが、今日は県内の高校では女子のチームが1校しかないスポーツにスポットを当ててみました。横55メートル、縦 91.4メートルのフィールドで、およそ1メートルのスティックと硬質のボールを使って得点を競うスポーツ、ホッケー。フィールド内でプレーできるのは11人ですが、登録選手15人が自由に何回も交代することができます。ゴールキーパーは得点エリア、シューティングサークルからの強烈なシュートを防ぐために頑丈な防具で守られています。そして県立横浜立野高校女子ホッケー部は、前身の県立横浜第二高等女学校時代の昭和22年の創部以来、56年の歴史と伝統を持つ県内唯一の女子ホッケー部です。過去には昭和25年の全日本選手権優勝や昭和26年の国体優勝、また近年では平成10年の神奈川夢国体で開催県として出場し、5位入賞と輝かしい実績を持っています。来月の初めには県内で関東大会が開催。現在25人の部員が日々練習に励んでいます。元気いっぱいでした ね。なんかグラスホッケーも横浜が日本で発祥っていう話があるんですね。立野高校のコーチのお話では、日本で発祥の地は横浜ということで、ただなかなか激しいスポーツですから、はい、まあ、増えるチームが増えるということにはならないようなんですけれどもね。なるほどね。防具は、ね、結構重そうですよね。そうなんです。キーパーの防具は6、7キロあるということで、男性でもそれをつけてスポーツするというのはハードですからね。女子はなかなか厳しいですよ ね。運動量も多そうですよね、はい。関東大会は開会式が来月の6日に川崎教育文化会館で行われまして、試合は翌7日土曜日と8日日曜日に法政大学川崎総合グラウンドホッケー場と慶応大学日吉グラウンドで行われます。まだ対戦相手が決まってないんですが、22日に抽選会が行われまして、対戦相手が決まるということです。横浜での頑張ってほしいですね、はい、頑張ってほしいですね、はい。